もう見ての通り M1 ブルゾンでございます。はい、めっちゃ良くないですか、これね。俺大好きなんだよね。全面的にインパクトを出した着方しても面白いんじゃないかなと思って。はい、どうもバセの流星です。はい、今回はですね、でかいっすね、これ。でかいっすね。でかいですよね、これ。はい、もう、メゾン三原康弘、はい、に、かかわらず、ね、メゾン三原康弘だけでなくですよ、もう秋冬コレクションがね、どこのブランドも続々立ち上がってまいりましたと。はい、そんな中で、まあ、今回ね、そのメゾン三原康弘、ここ1、2シーズン、まあ、ないし3シーズンぐらいね、ちょっと注目度がね、割と高かった、このヒュージシリーズ、はい、ヒュージシリーズ、これもいわゆる、まあ、一言でご説明すると、もうめちゃくちゃでかい企画とパターンでね、ファッションをしっかり楽しんでいただくというね、そんなね、ラインがね、メゾン三原康弘のコレクションラインの中でもヒュージシリーズっていうものがございまして、そちらをね、バースで結構なね、バリエーションで揃えております。その中の一つ、 MA1 タイプですね。このね、ミリタリーブルゾン系のね、シリーズ、むちゃくちゃこれかっこよくて、しかも問い合わせがめちゃくちゃ多かったと。はい、そんな中で、もうバースでもですね、ラスト1点になっちゃったという。はい、まだ真夏ですけど、今買っとかないともうすでになくなっちゃうんですよね。もうね、ファッションフリークの方、もうね、とにかくファッションが大好きな方、熱い方はね、もう今の時期にアウターを揃えてますよっていうね、そんな時期になってますので、こちらラスト1点になったこのヒュージシリーズ、はい、ミリタリーブルゾンですね、こちらの方をねご紹介していきたいと思っております。はい、今回のこのヒュージシリーズに関しては、特にファッショナブルってすごくかっこいいんですけど、いわゆる合わせるパンツだったりとか、スタイリングのバランスに応じてめちゃくちゃ見え方もね、幅広く楽しんでいただけると思うんですよ。なんでスタイリングまで皆さんぜひしっかりとね見て、まあちょっとイメージをね膨らましてもらえればなっていうところでね、今回こちらのヒュージシリーズ MA1 をご紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。このバーセーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますセレクトショップバーセーのチャンネルとなっております。毎日19時に発信してるんですけども、メインはですね、商品の紹介、そしてスタイリングの紹介、こちらのね、2つをねメインにやっているチャンネルですね。で、取り扱いのブランドはですね、まあ、国内のブランドのセレクトがほとんどで、で、基本的にはジュエリーブランドでいう和漢、シルバースミスやトゥアレグジュエリーといったね、クラシックなジュエリーからネイティブなジュエリーまで幅広く揃えてます。そして、フレグランスブランドのサノマ、はい、こちらはですね、日本のブランドなんですけど、はい、香りにまつわる、ね、日本人がすごく好きなね、香りにまつわるプロダクト、はい、香水がメインなんですけど、お香だったりシャンプー、トリートメント、ハンドクリーム、こちらのねプロダクトっていうのを展開してるブランドになってますので、よかったらチェックしてみてください。そして、最後に e バイクですね。はい、うちがですね、スーパーセブンティスリー、そしてアルコン、こちらのね、かなりね、世界的にも日本でもかなり有名なねブランドのね、e バイクをやってますので、電動自転車やってますので、よかったらそちらの走行動画、レビュー動画等もですね、ぜひご覧いただけたらなと思います。はい、チャンネル登録とね、いいねボタンも押してくれたら私たちの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではこちらのね、ヒュージ MA1 ブルゾン、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、それではこちらのね、MA1 ブルゾンですね、ご紹介していきたいと思います。もう見ての通り MA1 ブルゾンでございます。はい、それの規格がかなり大きくなったバージョンと思っておいていただければと思うんですけど、ちょっと寄ってみましょうか。素材はね、もう皆さんがイメージするナイロン素材ですね。結構ね、張りのあるね、生地感がすごくね、三原の選定のナイロンはめちゃくちゃいいです。はい、そんなね、バリッとしたね感じのナイロンになっております。そしてまあ MA1 の形をしているので、首周りはまあリブになってますね。そして太めのジップ、はい、これも特徴的でございます。はい、見るからに着丈がとにかく長いっていうところがね特徴なんで、なんか MA1 ベースのブルゾンではあるんですけど、まあミドル丈コート、まあないしロング丈コートとね、捉えていただく方が分かりやすいかもしれないです。 MA1 のパターンをしたコートっていうねイメージで捉えてもらっても全然大丈夫です。はい、そして続いていきましょう。内側はですね、キルティングになってまして、はい、中綿が入ってますと。はい、かなりねめちゃくちゃ保温性が高くて、秋冬もしっかり楽しんでいただけるというね、そんなねアイテムになってます。内ポケットもついてますね。はい、結構ね細かいところまでちゃんとしっかりね、機能性まで、ちゃんとつけてますんでね。はい、そして、この MA1 タイプのブルゾンですね、一見 MA1 だけに見えると思うんですけど、この脇下のディテール、はい、ここから手出せるようになって
ってるんですよ、はい、本来は多分そのミリタリーとかではその、ね、体温を抜いたりとか空気を抜くような、ね、ディテールだと思うんですけど、それをわざと手出して袖をわざとダランとさせるようなね、そういう見え方もできますよっていうところもポイントの一つになっております、はい、結構ね分かりやすく簡単に言ったらもう本当そういう、ね、ディテールにはなってるんですよ。バッグも割とシンプルです、はい、かなりシンプルなんですけど、この MA1 のねコート、まあ、ないしちょっとミドル丈オーバーサイズデザインっていうところがやっぱポイントになってきますよね、はい、これコレクションのねランウェイの時にすでにやっぱねみんな注目度が高くてチェックしてた方はこれをすごくね問い合わせてか来られる方多かった気がしますね、はい、でこちら、私たちが入荷してるサイズは44っていう一番小さいサイズなんですけど、皆さん44小さいと思わないでください。めちゃくちゃでかいんで着てみたら分かると思います、はい、金額は143,000円、はい、こちらねもう冬アウターなんでこの価格帯ですけど結構満足度が高くて、あとはね皆さんに見せていきたいのはお見せしていきたいのはスタイリングですね。今回ちょっと緩いパンツもそうだし細いパンツも、そしてまあね今カメラ撮ってもらってるのはレンなんですけど、レンと僕も結構身長差があるんで、そのね身長差を生かしたね結構スタイリングとかもね皆さんにねお見せできたらなと思っておりますので、ちょっとせっかくなら僕もそうですね2スタイル、はい、やっていきたいと思います。じゃあそれではレンと一緒にスタイリングやっていきたいと思います。はい、それでは着用してみました。でかいっすね。でかいよねちょっと俺も着てて面白いもんね。いや面白いんですけど袖がこんな感じっすと思うじゃないですか。はい、これね袖は確かにそのまま着るとこんな感じになっちゃうんですよ。どうしてももうみんなこうこれがそのまま手出る人は多分ラピュタに出てくるね。いましたね、いましたね。デイタラボッチかエヴァンゲリオンかのどっちかだと思います。はい、はい、ねこれね実はちょっと寄ってみてください。これ中にですねここリブがあるじゃないですか。中に実はリブが隠れてるんですよ。ほらそうですね、そうです、こんな感じでリブが隠れてるんで、これリブをこの中のインナーの部分のリブを通すとこういう感じになります。ここに結構たまりはできるんですけど、こういう感じでちゃんと手出せるようになってますので、はい、で結構ホールド感があるので手がスポスポ抜けることは基本的にないですね。はい、こんな感じの見え方になります。なので基本的にはこういう楽しみ方っていうのが一番、まあ、セオリーというか一番ベーシックな楽しみ方じゃないですかね、はい、ただもうね お好みで結構ダラッとしてても全然大丈夫です。こんな感じです。お化けですね。かわいいですよね。かわいいです、うん、そう、この着丈の長さも見てください。僕が身長175なんですけど、だいたい膝ぐらいかな、だいたい膝ぐらいの長さになってます、はい、お尻もしっかり隠れます。はい、そのぐらいのね感じです。で僕着用してるのがね中はユハのウォシャブルウール、これも新しく入ってきたのと、あとパンツはこれタークのねベルベットパンツ、はい、めちゃくちゃ形いいんですごくおすすめです。多分まだ紹介してないんじゃないかなと思います。はい、これをね着用してちょっとゆるったりとしたスタイリングをねお見せしたかったんですけど、こういう感じの着こなしになりますね。わざとちょっと肩でザクッとしてあげてもすごく可愛いと思います。うん、そうこんな感じね。でうちは一番ちっちゃいサイズの44なんですけど、これ44です。はい、ほとんどの方が着れると思います。ただ結構このオーバーサイズのシルエットでやっぱ高身長の方とかはねコートっぽく着たいっていう方とかはもう1サイズ 2,3 個サイズ上げても2個ぐらいサイズ上げても全然いいかなと思うんですけど、ほとんどの方がこのサイズで着れちゃうし、なんならその MA1 のまあ M1 って言っちゃえばショートブルゾンの類じゃないですか。ショートブルゾンっぽさをもし残すのであればこっちのサイズの方がいいかなっていうところですね。はい、そのおすすめな感じがします。はい、で今さっきですよ脇下から手出せるって言ったじゃないですか。こんな感じです。脇下から手出すとこういう感じになります。そう、袖ただのもうほんと飾りみたいな感じになっちゃうんですけど、これもこれでなんか三原さんのね面白いディテールじゃないですか。なかなかないこういうディテールで楽しめるブランドさんはなかなかないですからね。はい、そういうなんかねちょっと何かこう手作業したい時とかってこっからこうしてこうするの結構めんどくさいんで、こうするのめんどくさいんで、だからこの脇下の部分からねボタンがついてるんでそこを外してもらった上で出してあげるっていうところがいいかもしれないです。いやめっちゃ良くないですかこれね。俺大好きなんだよね。いやこれ結構なんでしょう、うん、でかいって言ってる割に好きですもんね、うん、みんな。そうです、
でかすぎるんだけど、ちゃんとパターンは考えられて作られてるんで、本当にまあ、ご年齢問わず、はい、男女問わずしっかりとね楽しんでいただけるかなっていうところもポイントの一つです。はい、で僕はこういう今回上下のまあねスタイル、一つ目はね上下のちょっとゆったりとした感じの着用にねさせていただいてるんですけど、いわゆるこういうまあ今ねちょっと流れ的に緩めのパンツとかもすごく多くて、僕もね結構ね細身のパンツしか履かない人間だったんですけど、最近はねやっぱ緩いの履くようになってるんですよ。ただやっぱ基本的にやっぱ僕のスタイルって結構細身なスタイルなんで、このね細身のパンツとねこういうねMA1 ブルースを合わせた時のかっこよさがねめちゃくちゃエグいんで、ぜひ次はねそちらの方をねやっていきたいと思います。2つ目のスタイルどうぞ。はい、お次の2スタイル目こんな感じです。はい、細身のパンツ、マインデニムの S スリムと、僕中にこれマインデニムとウィンダンシーコラボのパーカーですね、はい、あーいいっすね、はい、こんな感じで着用してます。まあほら結構ねM1 タイプのブルゾンって結構持ってる方は多いと思うんですよ。ファッションフリークの方たちは、ファッションすごく好きな方たちって絶対にミリタリーブルゾンを通ってるはずなんで、それのでかいバージョンと普段のちょっとこうねアメガジのスタイリッシュなね雰囲気を掛け合わせたようなね合わせ方をしております。パンツが細くなるだけで結構ねアウターの見え方もかなり変わるんですよ。よりなんか大きく感じるよね。確かにそうですね。それがまたね逆にメリハリがあって僕はすごく好きなんですけど、お店でもねやっぱちょっとビッグシルエットとか大きめのねデザインのねアイテムとパンツ細身に絞ってあげて、そのバランス感っていうのはすごく僕もおすすめしてますね。こういうスタイリングはねめちゃくちゃいいと思います。かなりねなんかこうどっちもね両極端でかなりバランスのいいというか、まあバランスがいいかどうかっていうのは結構ね人に好みにももちろんよると思うんですけど、僕結構好きでこういう細身のパンツにパーカー合わせてこういうオーバーサイズのねブルゾン着てあげるっていうね、結構年中というか、まあ年中、まあこれからの秋冬ですね、ごめんなさい年中はちょっとね語弊があるんですけど、秋冬のシーズンはしっかりと楽しんでいただけるようなねスタイリングができるのではないかと思います。はい、袖出した時はこんな感じです。はい、こんな感じで、はい、こういう感じになります。かわいいですね。新しい品がデザインですよねこういうのって、うん、はい、がゆえにですよ、バースデーで結構ねやっぱアメカジのブランド、まあそういうマインデニムだったりとかレターズとかねアメカジがベースにあるねブランドとかも多く取り揃えてるんですけど、そういうねブランドとまあメゾン三原康弘のモード、こういうののねミックスもすごくかっこいいですよ。超おすすめです。なんかやっぱアメカジ好きな人はアメカジ好きな人でね結構そのスタイルがかっこいいと思ってねやっぱやられてる方多いと思うんですけど、ぜひこういうねファッショナブルで結構ねハイセンスなねアイテムをね取り入れていただければなっていうところもね私からのおすすめポイントでございましたと。はいはい、そんな感じでね私はちょっと2つ緩いパンツと細いパンツのねスタイリングちょっとしてみたんですけど、次はレンにねちょっとレンっぽさのあるね今からちょっと楽しめるようなこういうアイテムが楽しめるようなねスタイリングをねやってもらいたいと思いますので、じゃあ3スタイル目レンがやっていきたいと思います。はい、3つ目はこちらです。あいいね、うわ新しいねスタイルが、なんかいいっすよねこの新しいスタイル感、素晴らしいね。もうなんかこう多分真似できる人できない人は多分ねはっきり分かれると思うんですけど、けど やっぱりなんて言うんでしょう、もう元がでかいしディテールもすげえもう何ですかインパクトあるんで、せっかくだったらもう全面的にインパクトを出した着方しても面白いんじゃないかなと思って、やっぱバースデーも変化球ファッション結構しちゃう僕がおすすめするのはやっぱこういう着方になりますよね。なるほどですね。まあじゃあ首からいってみましょうか。うい、首はもう僕が今年一押ししてるレッドカラーバラクラバですね。バラクラバですね。なるほど。にインナーはシンプルにウィンダンシーのロンティー、はい、しかも僕これXL 着てます。あ一番大きいサイズだね。一番大きいサイズで着てます。 T シャツって結構サイジング選びいろいろあって、僕は今回結構緩めに着たいなという。なるほど、うん、アウター緩くしたりとかするんだったらやっぱ丈もある程度伸ばして、でなおかつでかいサイズにしたのもこのウィンダンシーのショーツ、このショーツをやっぱ秋口だんだんこう涼しくなってきてもギリッギリまでやっぱ今年はショーツを履きたいなっていうイメージがあって、なるほどなるほど、で
ってなると、まあ秋口のことを考えるとある程度丈感は欲しいなと。はいはいはい、はい、っていうのでこうパンツに合わせて T シャツのサイジングとかも本当は S がジャストなんだけどあえて L 着てみようとか、そういう選び方してもあの T シャツ選びとか面白いかもしれないです。なるほど。あえてずらしていくっていう、ジャストサイズからずらして着たりとかするのもファッションの楽しみかなと思っております。斬新なスタイルですね。それはもうこのやっぱね、この MA1 がしっかりここまで来てくれるんで、足まで来てくれるんで、全然ショーツ履いても秋口若干涼しくなってきてもショーツでいけちゃうと。そうっすね、そんな感じですね。結構楽ですね。ショーツは秋口まで使いたいよね。やっぱ着たいっすよね、うん、今俺個人的にほらショーツってやっぱ一番合うのって袖物だと思ってるから、うん、あもうまさに間違いないっすね、うん、そのスタイル好きですよ、うん、でこれあの袖出ししてもなんかそれはそれで可愛いんですよ。こうやってこういう感じで着ても、なるほど、こんな感じで着てもなんか全体的にこうダーンとなってる感じがまた可愛くて僕はすごい好きですね。うん、いい感じっていう、この三原の変化球アイテムに合わせたちょっと尖った変化球スタイル、ぜひこういうのも真似してみてください。はい、まあ僕からのスタイリングは以上になります。でですね、まあ流星さんも、流星さんが2スタイル、僕がこのワンスタイル、まあどちらもですね、どのアイテムもこちらオンラインストアの方を掲載しておりますので、ぜひそちらから、そちらの方も、概要欄にあるオンラインストアの方を飛んでみて、ご検討されてみてください。また次の動画でも店頭でもお会いしましょう。ありがとうございました。